こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。対中政策を打ち出す豪州ですが、なんといっても自国建造潜水艦計画が進まないことに頭を悩ましています。あの時、日本の、そう、流型潜水艦を導入していればと後悔です。今回は、豪州が本気で対中政策に舵を切った。軍事的動向を詳しく見ていきますね。ギリギリのラインで間に合ったか、英国もギリギリセーフだな。中国が焦って香港を取りに来たことが失敗とトランプ氏は、いや、米国は分かっているたのかも。オーストラリアが今までの政策を180度変換する模様です。10年間に20兆円もの軍事費を投じ、軍備の近代化を目指すという情報が聞こえてきました。オーストラリアの軍事政策によると、ようやく路線を変更し、アメリカ路線に向かおうとしているようです。言うまでもなく、オーストラリアは貿易のこともあってずっと中国寄りでした。しかし、ここ数年の中国の軍事拡張路線とその背後の思惑にやっと気づき始めたということでしょう。中国政府の正体を目の当たりにして離れようとしていると感じられます。となると、中国の圧力に対抗するためにも、オーストラリアは自国での潜水艦建造計画を大急ぎで進めていく必要があるでしょう。オーストラリアの軍事予算ですが、今後の導入が予定されている潜水艦の建造コストにびっくりしています。では、路線変更したオーストラリアの軍事計画について詳細にチェックしていきたいと思います。オーストラリアのモリソン首相は2020年春、世界中に蔓延し続けている新型コロナウイルスの発生源に関してアメリカのトランプ大統領に同調する発言をしました。つまり、新型コロナウイルスの発生源は、中国武漢であると断言し、中国を非難する姿勢をはっきりと示したのです。その後6月に入ると、具体的な国名を名指しはしませんでしたが、首相は、オーストラリアの公的政府機関や企業等は高いレベルの、サイバー攻撃を受けているが、これは国家的規模の行為であると指摘しました。名前は言いませんが、中国を指していることは明らかでした。このようなモリソン首相の態度は、今までにオーストラリア政府が進んできた新中国路線を改めるものと思われます。4年前の2016年のオーストラリアの国防白書発表以降、中国は脅威であると考える姿勢が、はっきりとしてきたようです。この2016年の国防白書を更新した2020年国防戦略更新と、2020年国防構造計画を2020年7月に公表した。オーストラリア政府ですが、2030年までの10年間で約20兆円にも上る
軍事費の増加予定を掲げているそうです。これによって、オーストラリアの軍事費は GNP 対比 2% 台までアップすることになるわけです。モリソン首相は、オーストラリアは第二次世界大戦以降、最も重要な戦略再編成の過程にあると説明しましたが、その言葉に符合したということでしょう。首相が第二次世界大戦を引き合いに出したのは、当時オーストラリアが日本軍の猛攻を受けていたという史実を踏まえた上で、その日本軍に匹敵するほどの脅威が今の中国であると考えているからと推測されています。冷静に考えれば、あの時の日本軍は長すぎる補給線が敵になり、死に物狂いで後のない線に向かっていたのですから、長期的にはオーストラリアの勝利は目に見えていたはずなんですが、第二次世界大戦後のオーストラリアで、菅最大の脅威、日本が目の前から消えたこともあって、インドネシアとの部分的な対立以外には、それほど大きな外敵の存在は意識しなくても済んだと考える人も多いようです。そして、対立していたインドネシアとも、2006年に安全保障条約、ロンボク条約を締結したので、オーストラリアは身近にある軍事的脅威を排除できたということですね。ですから、その時点での軍備の必要性は、あまり感じられなかったというのが正しいでしょう。しかし、最近のオーストラリアの態度の変化に中国は黙ってはいません。即、経済的報復を発動し、オーストラリア産大麦への関税アップ、オージービーフの輸入の停止等々の措置を実施しました。他国への制裁措置の素早さにはびっくりしますが、この2国の対立は、一層鮮明になってきました。オーストラリアの最大の貿易相手国は中国です。最も多い取引は燃料である石炭ですが、中国から見れば数ある貿易国の中でオーストラリアは6番目に過ぎませんから、経済な支配という観点では中国有利と言わざるを得ないでしょう。貿易相手としてうまくやってきたはずの2国ですが、そもそもオーストラリアが中国の動きを警戒するようになってきたのには、中国が南シナ海への進出したこと、人工島建設などによって領土、領海の拡張意図を目の当たりにしたせいではないかと考えられます。このままでは、オーストラリアの領海へも進出されかねないと危惧したのかもしれません。いずれにしても、オーストラリアは抑止力として、軍備近代化へと舵を切りました。オーストラリアは、歴史的にはイギリスの植民地でした。第二次世界大戦では、イギリスやアメリカなどと協力し、枢軸国を相手に戦いました。言うまでもなく、アメリカとの結びつきも強いので、現在ではアメリカ、日本との合同軍事演習をフィリピン海で行っています。アジア、太平洋地域というまとまりの中では、インドとアメリカ、日本合同の軍事演習、名称、
マハラバールが定期的に実施されていましたが、これまではインドの意向によってオーストラリアはスポット的に参加していましたが、正式参加はしていませんでした。インドと中国の間には様々な紛争の種がありますから、中国をあまり刺激しないようにとインドが気を使ったためと考えられていました。しかし2020年、インドは中国国境での衝突をきっかけとして中国への配慮を改めるのではないかと推測されていますから、オーストラリアはマハラバールへの正式参加が承認されるのではないかと見られています。オーストラリアが対中国戦力として最優先課題だと見ているのは長距離の攻撃力と思われます。この力をどう整備していくのかということが軍事政策最大の比重を占めていると推測されます。課題解決策の一つは、大陸間弾道弾 ICBM 搭載可能な潜水艦を配備することです。これに関してはフランス湾を採用してアタック級潜水艦計画12隻を国内雇用創出のためオーストラリア国内で建造する計画を立てています。しかし、このアタック級潜水艦計画ですが、大問題が発生しています。すでに報道されているように、1隻あたりの建造コストはなんと約5000億円という巨額になる上に、12隻すべての収益完了までは30年もの時間がかかるというとんでもない事態に陥っているのです。これには多くの疑問の声がオーストラリア国内だけではなく国外からも寄せられているそうです。素人考えでも30年かかったら時代遅れになるだろうということはわかりますよね。アメリカ製の可変翼戦闘爆撃機 F-111 をオーストラリア空軍は2010年まで所有していたのですが、退役したため空からの長距離攻撃能力が存在しない状態になっています。だからこそ、この不足を補う戦力としてアタック級潜水艦に多大な期待をかけていたのでしょう。しかし実態はこの体たらくです。深刻な事態と言えましょう。当初の計画通りアタック級潜水艦が就役したと仮定しても、展開に要する時間や移動速度、攻撃を行った後の再兵装、空になった武器をセットするの点で、航空機と比べると潜水艦は劣っています。となると、果たして長距離攻撃能力を獲得したと言えるのでしょうか。アタック級潜水艦のミスというか手落ちを補うつもりがあるためでしょうか。モリソン首相はアメリカから長距離対艦ミサイルAGM-158C ルラスムを購入すると最近表明しました。オーストラリア空軍がすでに保有している FA-18E、F や F-35A 戦闘機上で運用するようです。この AGM-158C ルラスムは航空機から使用するなら、約 800km に及ぶ長い射程距離を得ると言われているのですが、
調達価格は一発約4億円以上もする高額ミサイルです。大量に購入するのは財政的にもかなり厳しいものがあると想像に難くありません。